はい、皆さんこんにちは、ユアンド院長です。正月明けて、で仕事をして、なんかこう休みが1週間とかこうあるじゃないですか。で予約がね、その分だけこう散ってめっちゃ詰まってて、ほんとね疲れ果てたんですけど、あの正月の間中ですね、何をしてたかと言いますと、まあやることは一つですよね。撮りためた動画をひたすら編集するんですけど、で、あのうちの奥さんの実家に、一緒にこう帰省して、で僕ひたすら編集、もうあの、2階があってお家に、で2階に上がって僕一人でこも引きこもってですよ、ああじゃあ猫じゃねっつって編集して、でまあその編集もスムーズに終わるじゃないですか。で終わって何したかというと、まあね、散々ね、あのちょっとめぐみさんの動画でちょっと軽く燃えてしまったので、でコメントとかも散々、まあもちろんあの好意的なコメントもありましたけど、でなんか、テンポが悪いと、そうめっちゃ言われて、何がテンポ悪いんだよとね、こう、まあ話し家ではないのでテンポよくポン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 っていうのは、まあ、正直難しいですよね。プロじゃないですからね。で、まあ自分の、ただ、まあ自分の好きな YouTuber の動画とかってやっぱテンポいいなと。まああの、渡辺真帆さんとか、若い人ですけど、すごい、2、3分の動画で必ずパパパッポンと落として、笑いを取って、スパッと終わるみたいな。もうちょっと憧れますね。ああいうの。まああと、TV とかすごいよく見てるんですけど、で何がまあテンポ悪いのかなと思って、ずっとね YouTube をねひたすら見て研究してたんですよ。なんかこう言いたいことがあるのにこう届かなかったらもう意味がないしもったいないなと思って、そしたらですね、まあテンポ悪い動画もういくつか見たんです。逆に何、大体テンポ悪い動画、整体師の動画、あのな撮り慣れてる人はすごい、まあ、伝えたい内容だけパッと決まってて、まあ、トントントンと言ってスポンと言ってご視聴ありがとうございましたって終わるんですけど、いや確かに俺叩かれるわと思いましたね。あのめぐみさんのことうんぬんよりも俺叩かれるなと思いました。なんか言いたいこと全然わかんない、なんかタイトルと言いたいことがつながんない、あこれかテンポ悪いのと、でひたすらダラ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 喋ってるんですよ。なんで、まあ、とりあえず僕はテンポよくできる自信がないから、まあ、もうちょっと早口にしようと思って、今早口めにしてちょっと喋ってるようにしてるんですけど、まあとにかく整体師の動画ってつまんないのが多いですよね、なんか自己主張なんかできてなかったりとか、まあ上手な動画とかやっぱ短くてもスパッと伝わったりとか、まあ、収益化してる人ももちろんいるし、してない人もいるんですけど、してない人の動画ってマジほんとつまんねえなと思って、まあ、こういうことかとちょっと反省しましたね。叩かれるだけ、叩かれる、まあそんなでもないけど、まあ言われるだけ確かにテンポが悪いんだなと思って、もうちょいパッパッパッといってスポッと終わろうと思って、2019年はまあそうですね、最初に1月の頭に上がってるのは2018年に撮ったやつですけど、2019年はもうちょっとこうソロで撮ってもスポンスポンスポンといけるようにちょっとテンポアップ、2019年の YouTube U&TV のテーマ、特にソロはもうテンポアップを目指していこうと、まあそう考えておりますのでですね、あのちょっとまあ不慣れではありますけども、まあね、あの時散々叩いてくださった方はが納得いただけるようにですね、テンポのいい動画を撮っていきたいなと思いますので、まあちょっとテンポが良くまでなるまでね、ちょっとまあお付き合いくださいということで、はい、ご視聴ありがとうございました。